改札口ホーム、大塚駅は、広島県広島市浅南区大塚西にある、広島高速交通広島新交通1号線の駅である。福駅名は、私立大学校。広島市北西部開発の一環として開発された、ニュータウン、西風新都の玄関口に位置する駅である。島式ホーム一面二線の高架駅。ホームから一フロアを降りたところに券売機。 改札がある。ステーションカラーは水色。大塚駅を名乗るバス停留所は、駅北側の広島県道71号、広島行き線と広島市道西風神と中央線が交差する大塚駅北交差点そばの2カ所の道路上にあり、県道沿いと市道沿いそれぞれに1番乗り場から4番、乗り場までの通し番号が与えられている。駅からは約200メートル離れており、 乗り換えには10から15分程度かかる。ただし、県道沿いのバス停に停車する路線は、広電バスの沼田高校と広島市街地を結ぶ、平日1往復と、石内線の内心団地を発着する平日に往復のみであったが、2021年3月31日をもって廃止された。それ以外のバスは、指導制風新と、中央線沿いのバス停に停車する。 なお、駅のエスカレーター側にある速道にもバス停があるが、現在は使われていない。市道沿いのバス停は、広島高速4号線沼田出入り口と、山陽自動車道5日市 IC 及び、広島自動車道、広島西風神とインターチェンジを結ぶ、一般道場にあることから、広島市街地から西風新とエリアに向かう、一般路線バスのみならず、広島バスセンターから山陰。 山口方面に向かう都市間高速バスも数多く停車する。市道沿いのバス停に停車するバス路線は以下の通り。なお、岩見銀3号、青流ライン交通川号は当バス停を通過する。以下の情報は広島市統計所に基づいたデータである。アストラムラインでは1年毎乗車総数と1年毎降車総数の情報を公開している。 一日平均乗車人員データは、年度ごとの乗車総数を365で割った値を小数点2を丸めて小数点1位の値にしたものである。アストラムラインのデータは1000で丸めて提供されているので、1年ごとではプラスマイナス500の誤差があり、一日あたりでは1.4人程度の誤差が発生する。二千一年に利用客が急減しているのは、広島電鉄が、 同年10月2日に開通させた西風新都方面から広島高速4号線を経由し、広島バスセンターを結ぶバス路線に利用客が流れたことに起因すると見られている。ありがとうございます。